10年前に東日本大震災で大変なる被害を受けた宮城県、岩手県、福島県の人たちが、その時に世界各国から受けた支援に対する感謝の気持ち、そして10年経ってここまで復興してきているよ、こういう姿を世界に発信し、アスリートに伝えるとともに、アスリートにエールを送る、そしてそのメッセージを受け取ったアスリートがまたそれを読んで、頑張ってくれ、応援ありがとう、みんなも一緒にさらなる復興に向けて頑張っていこう、こういう気持ちを込めてサインをしていただき、この地に戻ってくる、こういう事業を進めてきたわけでございます。宮城県においても復興オリンピック・パラリンピックの象徴として、ここ宮城スタジアムでオリンピックのサッカー競技10試合が実施され、日本中そして世界中が熱く沸き立ちました。本日お披露目いたします東京2020復興のモニュメントは、被災地の仮設住宅から回収した再生アルミが原材料となっております。本日宮城県に設置される復興のモニュメントでも、宮城県気仙沼工業高等学校や宮城県気仙沼市立橋上中学校の生徒から、頑張れ、頑張る、頑張ろう、頑張って、いや、感謝ありがとうを忘れない、東北でよかった、などのメッセージをいただいております。今後この地、このモニュメントが東京大会レガシーとして宮城県の皆様に感動と勇気を与えてくれると信じております。それでは参ります。東京2020復興のモニュメントのお披露目です。どうぞ。東京2020大会の際、アスリートを通じて世界に宮城県からのメッセージを発信してきた東京2020復興のモニュメントが、大会のレガシーとして今ここにお披露目されました。とてもカラフルで力強さも感じる、そんな印象でしょうか。後ほど皆様にご感想等も伺ってまいりたいと思います。この宮城県総合運動公園は、東日本大震災直後に国内外からの救援部隊が結集し、復興支援の最前線の基地となったところでございます。そしてこの夏の東京オリンピックでは、数少ない有観客の会場となったところであり、この復興のモニュメントが設置されるにまさにふさわしいところでございます。本日知事よりメッセージを預かってまいりましたので、この場で披露させていただきます。本日お披露目されました東京2020復興のモニュメントは、大会組織委員会をはじめとする関係者皆様のご協力のもと、東京芸術大学赤沼教授、そして学生の皆様と被災地の中高生が一緒に作り上げたものであり、復興五輪を体現する取り組みの一つであったと感じています。東京2020大会は海外の観客の皆様をお呼びすることができませんでしたが、世界への感謝の言葉や選手への応援の言葉、そしてアスリートからの思いが散りばめられた本モニュメントは、被災地と世界をつないでくれる大きな架け橋となってくれました。ご協力いただきましたすべての皆様に深く感謝いたします。制作が始まってから本当にオリンピックが延期になってしまったり、長い時間を経てようやくこの地に設置していただけるということで、本当に感慨深いものがあります。選手の皆さんにもサインをたくさんいただいて、本当に豪華な素敵なモニュメントになったこと、本当に皆さんに協力していただいた皆さんには感謝の思いでいっぱいです。この話をいただいて、3年以上もう過ぎました。結構長い期間このモニュメントに関わらせていただいて、思い入れもですね、かなり、深いものがあります。また私もこの宮城の出身なもんですから、ここに、
このモニュメントが設置されるというのは、まあ、本当に嬉しい限りですね。はい、被災地からの感謝と、選手たちの応援のメッセージということで、非常に試行錯誤しながら東京芸術大学の皆さんにも教えてもらいながら非常にいいものを作ることができたなという思いがあります。このモニュメントがオリンピックやパラリンピックのアスリートの方々の活躍を伝えるとともに、東日本大震災の時にたくさんの方々に支援をいただいたことへの感謝の思いを伝える存在となってほしいと思います。はい、小野寺さん、吉田さん、どうもありがとうございました。僕の競技人生の中でですね、困難な場面が2つありました。一つはやっぱり東日本大震災とですね、あと、コロナによる1年延期、まあ、この大会に関わることだったんですけれども、その2つの、まあ、困難を一つの、その、まあ、復興五輪と言われていたので、復興を、合わせながらですね、やっぱり強い、日本を見せていく、強い宮城県を見せていくという形を本当に自分自身もイメージしながら、東京に向かっていきましたし、復興から10年を迎えたこの年にですね、一つの大きな目標を達成する、そういうふうなものが、まあ、このようなモニュメントのが、背中を押してくれたことによって実現できたんじゃないかなというふうに思っています。では皆様お揃いになりましたので、ぜひ正面を向いて今日の喜びを笑顔で表現していただければと思います。ご撮影をお願いいたします。すいません、こちらお願いします。はい、撮ります。